はい、ガウス積分を紹介しますガウス積分とはこの関数の積分の値を求めるものですこの積分の値を今から求めたいと思いますその時にこの積分全体の値を i としますそしてここの x の文字を変えた y ここは文字を変えただけなのでもちろんこれも i と表現できますはい、すると i の2乗はこういった形でで表現できます掛け算ですねそしてこれはこのように表現できますこれは二重積分の定理によりできるものです是非二重積分を確認しておいてくださいここで x を rcosθy を rsθ と置いて置換積分をしますヤコビアンは r ですすると r イコール x の2乗プラス y の2乗のルート そしてシータはアークタンジェント X 分の、y、になります積分範囲はこのようになります。よって先ほどの i の2乗の式はこのように変形できます。これをまず内側から計算してあげます。ここからここの値を計算してあげると、はい、このように 2πe の -ar の2乗 r になります。よってかっこ1は。 つまり i の2乗はこの先ほど求めた式をまたさらにインテグラルで求めますはいここで r の2乗を t と置きますすると置換積分により積分範囲は t でこのようになるのでこういった形で出てきます r の2乗を t と置くのでここが一次式になってますので簡単に積分することができました i の2乗の値が A 分のということが分かったので元の i はこのようになります。よってインテグラルマイナス無限から無限の積分はこのようになります。是非これも覚えておいてください。これで以上になりりまますごご視聴ありがとうございました